紳士淑女の皆様こんにちは、ゆっくりだよ。味方の装備を奪う皆様もこんにちは、この世が海しか異物よ。今回からゆっくり実況始めてくよ。よければ最後まで見ていってね。見ろ。ちなみにゆっくりはレベル55で所持金は1億以上持ってるよ。そこらの平民とは違う高貴な人なのです。図が高い、画面の前のあなたも卑劣しなさい。そんな話は置いといてマップはカスタムズ。7日ぶりなのでこの初心者がありじゃなくてウォーミングアップに最適なこのマップ。とりあえず戦いたいんで寮にでも行きましょうか。この辺は敵との脇位置が近いんで注意して進みます。本当は早く寮に突っ込んで鍵部屋も開けたいんですけどね。お、噂をすれば物音してるじゃんじゃじゃん。道行く通行人に弾丸をお届けいたしました。とりあえず仲間が後ろにいるかもしれないのでグレ投げ。敵がいた場合、正面にいることはバレているので回り込みます。ゆっくりは今馬娘で爆死してかなり気が立っています。北さんブラック、お前を貫突するためにいくらかかるんだ。見つけた敵は M61 で消し積みにしてやりますよ。あ、そういえば使っている武器は SR25 です。DMR は近中遠全距離戦える武器なので好きなんですよね。皆さんは何の武器が好きですか？よかったらコメントで教えてね。コメント稼ぎも終えたのでクリアリングしていきましょうか。回り込んだことがバレないようここからは歩きでいきます。もっと徹底するならさっきのフェンスなど位置が特定されてしまうものは踏まない方がいいです。このゲームは先手取った方が圧倒的に有利なので意識して立ち回らないとね。は？走ってんじゃねえかと思ったそこのあなた。甘い、甘すぎる。すみません今のはなんか走っちゃったんすよね。でも、いちいちそんな細かいこと気にしてたら励ますよ。結局最後の打ち合いで勝ちゃいいんだよ。というか敵の仲間はいなさそうかな？さてさてそれじゃアサルトしますかね。間違ってシックスモールケースがバックに入ってますように。M4 ですね。レーダーの持ってる銃をちょっとカスタムした感じかな？バックは変えます。このナスの方が一回り大きいので、というかこの一マーカータスクあるみたいでしたね。申し訳ねえ。でも、私の一番の喜びは他人のタスクを妨害した時です。今、私、泣いてます。画面の前のあなたもそんな気持ちになりませんか？取れるものは何でも取ります。ゆっくりの後には骨すら残りません。あさり終わったので出発するとしますかね。場所は変わってオルガスッキン。撃たれても走れるよう鎮痛剤を飲んでおきます。これで獅子が吹き飛ばされようが安心。ちなみにボスがいないかがソスタに確かめに来てます。その前に隠しスタッシュをガサボソ。たまに高いものが出るんで暇な時は漁ってます。パラパラパラコード。これ今8万ぐらいなのかな？ EFT の物価は変動が激しいんで正確な数字はわかりませんね。そういえばコーラ最近飲まなくなっちゃったなぁ。昔はよく飲んでたんですけどね。今はメロンソーダにドハマり中です。さてボスがいるか見てみましょうか。お、なんかいるやん。なんだ、ただのスカブか。カスタムのボスは弱いんで金稼ぎにいいんですよね。皆さんがどれくらい EFT をやっているかはわかりませんが、中身はクソ強いボスもいるので気をつけてくださいね。リザーブのグラハーとか戦ったことある人はわかるでしょうけど、あいつらガチモンのチーターですよ。護衛は飛び伏せ打ちとかいうえげつない攻撃してきますからね。連携も取ってくるからめんどくさいのなんの。エイムもめちゃくちゃいいしやべえ奴らですよ。でも、ゆっくりは強いやつと戦うのワクワクします。あの緊張感がたまらないんすよね。ん？やっぱり弾がまっすぐ飛ぶ銃はいいなぁ。弾込めします。弾込め完了。念のためこの辺もクリアリングしながら行きましょうか。この辺開けてるからあんま長居はしたくないですね。クリアしたらとっとと移動しないとね。まあでも大丈夫でしょ。私には八百万の神々がバックについてます。敵の銃弾なんて当たるわけないんですよね。その後、彼の消息を知るもブルアなんです今ゆっくりが話してた途中でしょうが、一挙分からせてやる必要がありそうですね。今こそ、馬娘爆死の雪辱を果たすとき来たれり。ナス一名を排除。リロード。まだいないか見てみますか。お、仲間がいるね。なんとか倒しきれました。エイムはガバっちゃったけど弾が強ければ勝てちゃうんだよね。てか、もういないよね。一応グレ入れときます。回復の時間もったいないので注射打っちゃいます。敵がまだいた場合に動かれると厄介です。敵がどの位置にいるか、大体の予測がついている時間は貴重です。とっとと有利なポジに移動して敵の側面を取ります。念のためマガジン確認。線路越えて目の前の盛り上がってる地形の場所に陣取りたいですね。敵に陣取られたら嫌なので急ぎます。
もう敵いないと思うけどな。一人しかカバーに来なかったしね。まあとりあえずこの辺からクリアリングしてみましょう。でもこの辺は背の高い草があってあまり見通しが良くないんだよね。じゃあなんで来たかって？そりゃお前あれだろうよ。というか皆さんも弾は蹴散らない方がいいですよ。弱い弾詰めている人に倒されたことほとんどない。先手取られてもやられないんだよね。強い弾使われると先手取られて終了みたいな場面が多いけど、弱い弾は反撃の機会を与えちゃうのがね。お金が余っているにもかかわらず強い弾使わないのはもったいない。頭抜くの得意だって言うなら話は別なんだけどね。まあでも強い弾使うのに越したことはない。打ち合いで勝つ確率はなるべく上げたいし。さて、敵もいなかったですし漁りましょう。ここで嫌な予感がして漁りをやめる。ゆっくり。いる、何かがいる。とてつもない何かが。まあいいや、漁りましょう。きっと気のせいですよがはは。敵の武器は RPK。 多分あまりダメージ食らわなかったし BT 弾でしょう。この人も惜しいことをしましたね。もう少し撃つタイミングが良ければ未来は違ってたかもしれません。先手取ってやりきれないなら撃つべきじゃないと思います。私の方が有利な位置でこの人たちは遮蔽物何もないところでしたし、後ろのカバーして死んだ人は巻き込み事故みたいなもんですね。自分の行動一つで味方を危険にさらしてしまうのが EFT の怖いところ。撃つ場所、撃つタイミングを私も磨いていきたいものです。取れるもの取ったので次の人。AK103 ですね。装備はなかなかいいね。ディフェンダーには修理効率がいいので持って帰ります。アーマー耐久綺麗なのが怖いけど。特に何もないので早送り。敵も3人倒せたので帰ります。もう十分漁されたしわざわざ激戦区行くは？やめてください。まったく今日は何だってんですか。ちなみにこの上半分に敵がいます。どうやら死にたいようですね。お望み通りにしてあげましょう。帰りました。決してビビってたわけじゃありません。彼の無礼はゆっくりの寛大な心で許してあげました。命拾いしたなぁ。それでは皆さんさようなら、またどこかで会える日を。